でまあ、逆カードなんだけど戦車と力のカードが向かい合ってるっていうことになるとすごくね、あのー、どっちもグイグイ行くタイプがお互い惹かれ合ってる皆さんこんにちはサラです、えー、今日もリクエストいただいたエグザイルの高 h さんと えー、女優の武、えー、井恵美さんのご夫婦の相性と今後をタロットで占っていきたいと思いますえー、とリクエストは2人目のお子さんも生まれて順調そうです奥様は当分家庭にいらっしゃるんでしょうかっていうことなんですねはいえたかひろさんは伊手座で誕生数が33伊手、えー、座の人っていうのは ポジティブで前向きな性格であることからチャンスを手にしやすい人だと思います。どんなことにも興味を示しやすく、子供のような探求心を大人になっても失わない、そういう方が、いてたの方かなと思いますね。まあ、常識にとらわれない考え方ができる、そういうね、あのまあ、自由な発想力のある方かなと思いますね。 そして誕生数がねマスターナンバーの33なんですよね。えっ、ー、とキーワードは「地球規模の愛献身的な奉仕慈悲人を引きつける力」まあ「神様から特別な使命を受けた聖母マリアのような愛の実践者」「優しさや思いやりがあるだけでなく勇気がある方」というねもう本当にねあのー マスターナンバー33の人は優しすぎるぐらい優しいんじゃないかなと思いますねうんだからまあいて座で自由な発想とかポジティブででねうんなんだけどまあ基本的にはとても愛情深いっていうんですかね、うん、そういう方かなと思いますねそして武井恵美さんは山羊座で誕生数が5 まあ、ヤギ座の人っていうのは知的でクールでありながら心の中は向上心と情熱を持っている人まあ勤勉か努力か働き者っていうねヤギ座の人っていうのはもう本当に十二星座の中でも一番働き者なんじゃないかなとかねいつも私はそう言ってるんですねで与えられたことを最後までやり抜くだけの忍耐力と責任感がある人 そして誕生数5が、えー、冒険家、自由な精神、情熱的、活動的、好奇心、柔軟性というキーワードがあります。自由な精神と好奇心を糧に多彩な体験を求める冒険家、人生に情熱的でリスクを冒してでも前進する勇気を持つ人っていうね、うんこれがね誕生数5がね、まああのー、高宏さんのイテ座とね割とね通ずるところがあると思うんですよ。 そして誕生数33の愛情と柳、まあ、座の勤勉さっていうとこもねなんか受け入れるっていうのかな星座だけ見るとこう柳、まあ、座といて座になると性格がね違うようにも感じるんですけど誕生数も含めて見た時にとてもねお互いを理解して。 支え合う関係性にね感じるんですよで支え合いながらもあの縛らない自由にそれぞれの能力を伸ばせるような相手を尊重する尊重し合う関係っていうねなんかそんな感じがするんですよね。うん、まあね子供さん2人2人目が今年生まれたんですよね。で竹美さんはまだ 復帰されてないなようですが、うんなんかまあ復帰したいって言ったら高寛さんはそれをさせてあげれるだけの器もあると思うしまあ武井由さんは由実さんで子育てをしっかりしていきたいって思うかもしれないなとも思いますね。うん、で子供たちにあのとてもその自由に自由な教育っていうんですかね うん、なんかそういういいお母さんになりそうなねそんな気がしますけどねえー、っと孝弘さんは EXILE、ま、のボーカルですね山口県出身両親が美容師で実家の美容室を手伝うことが当たり前の環境にあったため進路に迷うことなく美容師を志し美容専門学校に進学。 在学中美容師も参加するコンテストで、えー、福岡県美容技術選手権大会で優勝し賞金を獲得した就職を機に上京し表参道沿いにあった美容室で働いていた1年後歌手を志し美容師の仕事を一旦辞める挑戦する期間は2年を制限として決めていたで2006年に。 ボーカルバトルオーディションで優勝しエグザイルに加入2006年22歳ってことは専門学校卒業して本当に2年間で二年挑戦する期間は2年と制限して決めていたって言ってた矢先にもうすぐに優勝してエグザイルに加入ってことですねで2014年テレビドラマで俳優デビュー、まあねだってもう 超イケメンですよねねこの方、ね、でそれで歌が上手いもうまい優勝もするよなって思いますね、えー、小中学生時代に習っていた沖縄空手は初段中学2年の時に日本武道館で行われた全国大会で5位に入賞書道は8段すごい展覧会への出展や書とともに趣味である絵画も展示した個展を開催している2017年に「 竹井恵美さんと結婚あドラマの共演をきっかけに2年半の交際期間を経て結婚に至ったそうなのねで武、えー、井絵美さんは、えー、オスカープロモーション所属で28歳あ高弘さんは37歳あ九9歳9歳年下なんだへえんか素敵な年齢差だなうん 2006年8月に中学1年生の時にオスカープロモーションが展開する美少女コンテストでモデル部門賞および一般投票が最も多かった人に贈られるマルチメディア賞を受賞同年女子中高生向けファッション雑誌「セブンティーン11月号でモデルデビュー翌年2月号から同志の専属モデルとなり仕事のたびに新幹線で東京へ通っていたん 愛知県のの人ななねうんなるほど2008年映画「桜の園」で女優デビュー。えっ、ー、と2008年ということは15歳15歳ね15歳で女優デビュー。で2009年に高校進学と同時に上京し日の出高等学校今は名前が変わったのね、えー、目黒日本大学中学校高等学校に名前が変わったのね。 で2011年に、えー、グッチと日本人としては初契約2012年に高校卒業し専属モデルも卒業2013年にはタレント CM 起用者数ランキングで首位を獲得「エミ」というのは本名名前の由来は花が咲くように「エミの絶えない子に」という意味で付けられた名前ね。 で本人が高校進学で上京する際には母親と妹も一緒に上京した2012年には父親も上京し家族4人で東京で暮らすことになった2017年に高カヘと結婚2018年に第一子2022年に第二子出産発表時まで妊娠を公にしないでいたというねドラマで。 ああそうそう「黒川の手帳だ」だ米倉涼子さんの「黒川の手帳」を見たんだけどね、井絵さんもまたされてたんですよね同じドラマのね当時は同じ事務所っていうことですね、うん、いやここはでも本当に何て言うんだろうさっきも言いましたけどお互い尊重し合う関係じゃないかなと思いますねで子供さん2人生まれていい家庭を築いていくだろうし しかもねもう美男美女ですよね。はい、まあ、そのね高寛さんと武井絵美さんの2人の今後タロットで見ていきたいと思います。 見ていきます。はい、こういう展開です。はい、高、え、hiro、ー、さんと竹井恵みさんの。 夫婦の今後を展開してみました、うん、まあ過去カードから見ていくとね運命の輪が逆向いてて、えー、審判があるってなるともうもしかしたらね結婚するとか交際するっていうことをなかなかこう言えなかったタイミングが合わなかったけれども、まあ、妊娠したことでもう事務所も許したっていう経緯があるのかなって いう気がします、ねうん、でまあ逆カードなんだけど戦車と力のカードが向かい合ってるっていうことになるとすごくね、あのー、どっちもグイグイいくタイプがお互い惹かれ合ってるカードからの世界の悪魔ってなるので、うん、どっちもがねやっぱりなんか強い人たちの カップルが世界を手に入れた幸せな家庭を手に入れてまあいい夫婦として今は来てるで最終的に吊るしなんでこれはねとっても献身的ななカードになるんですよねだからまあどっちも強い人たちねまあ運も強いだろうしこう人間としても強いのかな夫婦ともにね でただ強いだけではなくお互いね献身的なな関係をこれかからも保っていくってていうの、ね、そういいくううううねねそカードかなと思うんです、ね、まあねこのカードを見てて感じるのは、まあ、これがねあの正位置で向き合ってても問題ないと思うんだけどまあ逆位置で向き合っててさらに世界そこに世界のカードが出てるっていうことは。 まあ自分たちの考えとか、えー、と行動力なんかをお互い本当に惹かれ合ってる部分がすごくあってで常にこう何か目標を達成していけるような2人で、まあ、いい関係の夫婦になってるって読めるのかなって思いますね。うんまあ、きっっととどっちもねこう運が強いというか なんていうのかな強いものを持ってるっていうのかなこのカードを見るとねすごくね強さを感じるんですよね2人とも。で献身的ってなるともう本当なんか強いけれど愛情が深くって優しくってお互いを尊重し合う夫婦っていうふうなそんなふうに読めるのかな。まあ、竹井さんが まあ女優さんに復帰するのかどうかっていうとこはまあます、ねまあ2人子供さんできたしな、あのー、慌てて復帰する必要もないのかなとも思いますしねまあ結局今後の関係性ってなると、うん、お互いが、ね、尊重し合いながら目標を、ね、達成していける。 いい夫婦竹由、まあ、美さんが9歳年下だけどとてもしっかりしてるっていうようなねそういうふうにも感じるのかな読めるのかなとも思いますね。うん、いずれにしてもこの夫婦はとてもあの尊重し合う信頼し合合うう信頼関係じゃなないいかなとは思いますね、まあ、今回のこのねタロットの展開見ると、うん、仲良くこれからもいい夫婦関係を続けていかれるんじゃないかなと。 思いますということで今日はエグザイルの TAKAHIRO さんと武井絵美さん夫婦の今後をタロットで占ってみました。チャンネル登録グッドボタンコメントまたリクエストがあればお寄せください。